日本東京都渋谷区笹塚笹塚は東京都渋谷区北西部にある地名。笹塚1丁目から3丁目まである。郵便番号は151-0073。東京都渋谷区笹塚、旗ヶ谷笹塚は渋谷区の北西部に位置する。東側で同じ渋谷区の旗ヶ谷に接する。北側は中野区南台に、西側は杉並区片南に、南側は瀬田谷区。 大原及び、世田谷区北沢に接する。ほぼ中央を東西に、国道20号が貫き、東側を走る中野通りは、旗ヶ谷との境界となっている。笹塚は、旗ヶ谷地域に属する。これはかつて笹塚が、旗ヶ谷村の小技であったことに由来し、旗ヶ谷村が、渋谷区の一部となった後も、旗ヶ谷笹塚町として、旗ヶ谷本町及び、旗ヶ谷中町、 幡ヶ谷原町とともに、幡ヶ谷の一角を成していた。しかし、1960年に行われた、町名一番改正により、幡ヶ谷笹塚町が、笹塚一丁目、笹塚三丁目に整理されて、以降は、かつてのような幡ヶ谷地域としての一体感は薄れ、笹塚はさながら独立した地域のようになっている。今日では、幡ヶ谷地域全体の一体感は、ほとんどなく、 ヶ谷氷川神社の大祭で、笹塚を含むヶ谷地域全体から出汁が集まる程度である。しかし現在、ヶ谷地域を東西に貫く緑道や水道道路の再開発が計画されており、近い将来、かつてのような笹塚、ヶ谷、本町の結びつきが復活する可能性もある。笹塚は、武蔵野大地上に一星おむね平坦であるが、かつて、 笹塚三丁目から旗ヶ谷三丁目、本町四丁目にかけて神田川旗ヶ谷支流が流れており、その川沿いは浅い谷になっている。この川は1964年の東京オリンピック開催に際して暗渠化されたが、現在でも橋の欄干跡などにその面影を見ることができる。東側の中野通り周辺にもかつて小川が流れており、現在では暗渠化。 牛久保と呼ばれる窪地を成している。また、笹塚一丁目にはかつて、玉川上水が、西から東に、大原、北沢との境界を蛇行しながら縫うように流れていた。笹塚駅周辺の一部は、開居のまま残されているが、ほとんどが暗渠化されて、緑道として整備されている。笹塚一丁目に、京王線、京王新線の笹塚駅がある。当駅は、 京王電鉄の主要駅の一つで特急と京王ライナーを除くすべての列車が停車する非常に便利な駅となっている。近年、笹塚駅周辺の商業化が著しく地域の中心的な機能が駅周辺に集中しつつある。京王線、京王新線の効果の耐震工事の終了後、 高架下が新たな商業施設である、京王クラウン街笹塚商店街となった。駅前の京王重機ビルの再開発事業が進められ、旧ビルが解体され新たに複合施設、メルクマール京王笹塚地上21階、延べ床面積3万8000平方メートルの大型ビルが2015年にオープンした。駅周辺や甲州街道沿いでは、商店の他ビルなども目立つ。 かつては、マイクロソフト、日本法人本社、DNA も本社を構えたが、現在は、両社ともに移転している。新興企業の本社や営業所が多く存在する。駅周辺には、昔ながらの商店街も存在し、住民の生活を支えている。笹塚一丁目の東西にわたる一帯では、2012年に、笹塚駅南口地区計画が、都市計画決定され、 笹塚ショッピングモール21及び中村屋東京、営業所を巻き込んだ総面積約3ヘクタールにも及ぶ再開発が予定されている。駅周辺を除けば大半が住宅街となっている。昔からのアパートやマンションも多く、渋谷区の中では庶民的な地域である。一人暮らしをしている若年層の住民も多い。住宅地の地下は、 2017年1月1日の工事地下によれば、笹塚1の12の17の地点で63万円、平方メートルとなっている。笹塚高新道玉川上水笹塚駅脇、南どんどん橋2017年12月1日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 渋谷区立笹塚図書館渋谷区立笹塚中学校富士見急中学校高等学校メルクマールケオ笹塚笹塚観音通り商店街笹塚十号通り商店街笹塚十号坂商店街笹塚一丁目笹塚二丁目笹塚三丁目中村屋東京事業所笹塚ナビル東京都渋谷区笹塚の航空写真ありがとうございます